こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は中島美嘉の雪の花です。もし君を失ったとしたなら、星になって君を照らすだろう。笑顔も涙に濡れてる夜も、いつもいつでもそばにいるよ。これから一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は中島美嘉と勝とは2001年からしました。事務所はアワーソングと、レーブルはソニーミュージックアソシエイティとレコーズです。この曲はもともと2003年中島美嘉さんの10枚目のシングルで出演した CM の CM ソングでございます。今回の The First Take バージョンでは歌とピアノ、コントラバス、オーガニックなアレンジで彼女自身が好むアレンジになります。今回の撮影に関して中島美嘉さんが、緊張しましたけど今の雪の花を皆さんが聞いてくれたらいいなと思って歌いましたとコメントをしました。それで2003年の雪の花と今の雪の花がどっちが違うか比べながら見ましたらもっといいと思います。では行きます。아니이분을이렇게또만나게될줄몰랐네요진짜 놀랬어요雪の花라고딱나오길래어누가리메이크했나근데원곡자가나오신거예요 대박이다이거와약간이거되게중요한거같아요퍼스트테이크찍기전에약간몸풀고 이거연습해둬야되는거아니에요 아니처음에이게딱오르골원래피아노소리딱나잖아원래원곡에서는오그게딱떠오르더라고근데여기까지어둡고이제밝아지잖아요이게되게약간완전어렸을때이곡을들었으니까그때들으면어두운곡들으면되게너무슬프잖아요확확와닿잖아요듣고싶어하지않고여기이밝아져서되게안심했던것같아요맨날맞아코드가갑자기여기서부터밝아지니까아직도너무아름다우시다그러니까약간그일본되게옛날부터노래잘하시는분들여자가수들노래하는거들어보면약간엔카가들어있는듯한엔카의호소력이들어있어요리사도그렇고맞아맞아근데이게딱2003년도에나왔을때들어보면정말깨끗하게정말깨끗하게부르시거든저는원곡을이번에처음들어봤는데원래는박효신이 리메이크해서한국에서엄청유명하잖아요맞아맞아그것만알고봤는데확실히가사가일본어가원곡이라서그런지이쪽이훨씬더잘맞는느낌이다약간의미도달라질수밖에없잖아요그네아이런의미도있었구나저원곡은이런의미였구나한국인들도이거우리거보시면가사보면서아이런내용이었구나하면서새로운느낌받을수도있겠다이번에더퍼스트테이크이버전이일본뿐만이아니라대만이랑홍콩에서도급상승동영상2위까지올라가고한국에서도꽤많이올라와가지고되게화제가많이됐다고하더라고진짜전설적인노래지그니까요딱이시기에딱이날씨에맞아맞아너무잘어울리는곡인것같아듣기만해도옛날추억이막떠오르는것같잖아요오컨트라베스너무멋있더라
진짜 퍼스트 테이크에서 어레인지를 어느 정도 하거든요. 그 100% 라이브로 해야 되니까. 근데 진짜 상상할 수 없는 조합들이 맨날 나와요. 저번에 뭐였지? 피아노랑 그 일렉트릭 베이스 그거 두 개 나오는 것도 되게 충격적이었고 드럼 없이 베이스를 잘 안 넣거든요. 원래. 표현력이 되게 연주가 담백하다는 느낌. 최대한 보컬 살려주려고. 맞아. 진짜 엄청나시다. 깊이가 정말. 약간 요새 패션도 그렇고 음악 사운드도 그렇고 창법도 그렇고 다시 이제 레트로가 이제 다시 오는 복고 옛날에 클래식들이 다시 재조명받는 그런 분위기가 있거든요. 트렌드가 역시 패션처럼 음악도 돌고 도는 그쵸, 그쵸. 트렌드가 뭐 몇 년 전에 뭐가 유행했고 뭐가 지금 뭐가 유행이고 이런 게 있고. 난 또 얘가 이거 사스나 혼모노다. 뭔가 우타오 토끼모 뭔가 하세 스루 토끼데모 결국 뭔가 노도 뭐 긴니쿠 쓰카오 모노 다카라 2003년 노 토끼 니와 좀 키레이나 코에 닿던 데스케도 이마 뭔가 하스키 뽀이 니 코에 오 키테 뭔가 소노 시간과 이쇼 니 뭔가 순데 이루 미타이 순데 이루 미타이 니 나테 좀 감도 것도 같던 데스. 도쿠카데 키타 것도 아는 데스케도 타분 우타에나이 조쿄니 났다. 또 키타 것도 가리마시다. 그때 하세오 카오루노 메차 타이엔나 것도잖아요 데스카. 아, 모토 칸도. 코에니 진세가 하이트라. 아, 보쿠에 이타카타고 소레 데스. 모토모토 아노 보쿠와 아노 한국의 아렌지 반じゃなくて 원곡을 사키니 키테 소노토 아렌지 반을 키타 側なんですけど、その時も結構いろんなショックを受けて、あ、こうやって解釈もできるんだがあったんですけど、今もう一回あの十何年経って新しい声で同じ曲を聴いたら、何とも言えない感情です。多分ライブで聴いたら多分泣いちゃうかもしれない。そう。楽器もそんなに多くなくて、ボカルにもっと集中できるようにした気がして、もっと中島さんの声に集中しながら聴いたんですけど、深いっていうか、なんかゴンちゃんが言う通り人生が入っていて元深さができたかなと思いました。多分僕が元年取ってから聞いたら今感じた深さと何年後の僕が感じる深さと絶対違うと思います。이거보면서그냥나카지마미카상이유키노하나그자체같은느낌이에요빨간옷도그렇고또맨발로노래하시더라감정유지하면유지하시면서신호주실때엄청카리스마있어요아너무섹시쳐다볼때너무멋있는거야얼마나감정이격해지면발을부르시면서그러면서도호흡은안들려지금액션을되게많이하는데호흡이진짜하나도안들리네요안흔들리네요
욕나올 뻔했어. 와. したか。やっぱり音楽は思った感情を誰かになんか送って一緒になんかコミュニケーションができたら一番いいかな思えるんですけど、本当に完璧な2003年も良かったけど、今2021年のミカさんの雪の花がもっといいかななんか思いました。本当にありがとうございます。時代に合わせたっていうよりむしろもうちょっと深くなりましたね。無理やりに合わせたらこんぐらいのインパクトはなかったかもしれないですけど、うん、自分のスタイルで自分の感情でちゃんと表現したのがすごい伝わります、ね、韓国の歌手で SG わなびのキムジノさん、うん、で最近のキムジノさんが歌う昔の曲を聞いて誰かがコメントで、あ昔がもっと良かったのに、そういうコメントで僕は今の僕を愛してます、うん、今の僕にもっと集中して聴いてくださいで、中島さんが今の雪の穴って言ったのが多分一生じゃないかなと思って、18年結構いろいろあったそうで、全部ではないですけど少しでも感じれて良かったと思います、うん、あとの10年後の僕とかあとの20年後の僕とかが聴いたら、その時また違う感情でこの曲を受け入れるんじゃないかなと。本物は本物だ本当に雪の花自体になっている感じじゃないかなと思いました。なんか言葉がなんかいらないほど素晴らしかったです。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。わあ、手羽先だ。